さあ、今日の燻製素材は豚バラ肉。豚バラ肉塩漬けにして、燻製すればベーコンになるところですけど、いぶし銀でベーコンは難しいので、塩をつけて、いぶし銀でいぶそうと思います。さすがにこのままの大きさでは乗らないので、カットしなきゃいけません。まあ、よくわかんないので、いろんな大きさにカットしてみました。味付けは、クレイジーソルトで。キッチンペーパーで包んで、水気を切ります。水分切ります。で、蓋しておけばね。OK。さあ、乾燥させた豚バラ肉。これを今からいぶしまーす。いつもの通り、いぶし銀にセットして、燻製始めます。さあ、出来上がったみたいです。開けるよ。どえーん。うわー、なんか燻製っていうよりも、角煮？さあ、出来上がった豚バラ肉の燻製。ベーコンじゃないよ、燻製。食べるよ。うーら、なんかこの油のところとか、美味しそうでしょ。すごい。ベーコンではないか、やっぱり。すっげーうまい、これ。スモークがちょうどいい感じ。ほんで、塩はちょっと薄いかな。塩もうちょっと振ってもよかったけど、チャーシューか。違うな。なんだこれ。すっごいうめえ。なんか見た目が豚角煮みたいだったから、今日は泡盛りです。いつもと同じこのタンブラーだから違い分からへんけど。ちょっと。どうしよう、うまい。油多めのところ。うん。うん。油多めのところは油多めのところで、肉の弾力があります。中身のところはちょっと歯応えがある感じ。美味しい。